定年退職者の方、専業主婦の方に朗報です。定年退職者専業主婦専用 YouTube で着実に稼ぐ方法が完成しました。パソコンの方は白枠内をクリック、スマホの方は動画下の説明欄から見れます。地獄に行かずに済む方法、無関心の罪、自分だけ良ければそれでいい、そう思っている人は間違いなく地獄に行きます。何かいいことがあっても自分の心に秘めておく、それは周りの人に無関心だからです。犯罪は無関心が原因です。相手を痛めつけて相手の痛みを思わない、地獄行きですよね。子供は親の無関心で不良になります。そんな親も地獄行きですね。お客様に無関心な商人、成功するわけないですね。そんな商人も地獄行きです。周りの人のことに心を配っている人は、何かいいことがあったらそれを人に伝えるでしょう。こんないいことがあったよとさりげなく言う人、それは中です。その人もほぼ地獄に行きます。一生懸命伝える、どうしたら伝わるか懸命に考えて人に伝える、これだけが地獄に行かなくて済む方法です。周りに心を配っていいことを一生懸命伝える人は犯罪も犯さないし、子供が良くなるし、周りが良くなるし、仕事もうまくいきますよね。今日は無関心の罪から地獄編です。では、今日も素敵で有意義な一日をお過ごしください。